はい。坂上でございます。女性議員対談シリーズ、賛成党、柴田市、柴田市市議、えー、市議の総山かすみさんをお迎えしての第2部でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。第2部では、えー、賛成党を知ったというあたりから、この選挙の活動をして当選したよというあたりまでお話を <laughs> お聞きできたらと思うんですが、2022年の7月の参議院選挙前後で、えー、YouTube で賛成党を知ったと。 で10月から登院になったとっいう話を第1部でちょっとお聞きしたんですが、その前後はどんな感じだったんでしょう、はいえっと、?10 月に登録してから、竹、えっと、田先生の講演会があって、そこに新潟・黒崎っていうところなんですけど、竹田先生の講演会に行ったときに、私はちょっと子供二2人を連れて。 やっぱ子どもたちがどうしても騒いでしまって途中で帰ろうとしたんですね。うん、<laughs> そしたらそこを声かけてくれたのが、えー、とその時の支部長さんで「えー、と次ランチ会とかあの飲み会やったら来ませんか?」っていうふうに声をかけていただいて。 で、その後、飲み会に1回行って、で、ランチ会に行って。で、それが2月初めだったんですけれども、ちょっと、選挙に出ませんかっていうふうに <laughs> 声をおかけいただいて、そこから、本当に4月の当選まで、怒涛の日々というか <laughs>、えーえー。じゃあ、え、10月、うん、講演会は10月、11月、な何月ぐらいですか武田さんの講演会。えっと、 講演会は月月か11月ぐらいいだったと思います、ねうん、でそこで帰ってたらそのまでだったんだけどもその支部長が声をかけてくれたと、はい、飲み会に行ったと、はい、ランチをしたと、はい、これで人生が変わったみたいな <laughs> 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 ランチ会の帰りに「そいまさんに時間ありますか?」って呼ばれてもう小さな小部屋に呼ばれて, <laughs>、うん、<laughs> て今私こんな状況なんですけれども。 出ませんかっていうことですえその間、じゃあ10月の講演会、10じゃ仮に10月末に講演会があったとして、そこからはその飲み会とランチの2回しか接点がないんですかはい。えなんかチラシを巻いたりとかでもなく全く、あの、はい、子供もいたので、全然活動には参加できなかったので。あそうですか。はい。もう本当気軽な気持ちで。 行っって、うん、ってたっていうちなみに講演会は何人ぐらい人が大体何人100人200人300人ぐらいでいくと多分120人とかんじゃ100人ちょっとだった、うん、飲み会は何人ぐらいだったんですか飲み会は1 5六6人だったと思いますうんそれは新発田市でそうですね新発、うんうん、田市の,その支部っていうのは何人ぐらい その党員の方がいる感じなんですか。党員は今は三十人ぐらいだと思うんですけど、私が登録した時とはちょっともうまるで人が入れ替わってる状態で。あ,あ、あそうですか。その当時は活動してる人は。やっぱり二三十人はいたんですか。活動してる人は少なかったと思いますけど、うん、まあ飲み会だったら来るみたいな人もいました。ね、まあ、そんなもんですからね。うん,う,んうん、うん,う,んうん、うん。 えー、でランチ会は2人ででやったんですかランチ会も、えー、と10人とか15人ぐらい <laughs>、はい、いたと思います。ランチ会は新潟の方に参加したので。うん。はい、千葉田市と新潟市ってどのくらいの距離なんですかえっと、車で3、40分ですね。じゃあまあ、ちょっと行ってくるねっていう感じですね、はい、今は支部が分かれてしまったんですけれども、その時は同じ支部だったので。ううん、うん そうで、すかえでこう出ませんかって言われて、え、出ますって言っちゃったんですか、すぐ。いや、あの <laughs> その時はお断りしたんですけど、いや、うん、私、シングルマザーですし、その時に一緒に、燕市の市議会議員だったの、えっ、ー、と、稲村さんも一緒に同席されていて、うん、実際にどうなんですかっていうお話をして、うん、選挙出るにはどのぐらいの時間が必要なのかとか、うん、金額。 何が必要なのかとかっていうのはあらかじめ聞いて聞いていやでもやっぱり <laughs> 今も生活するのでいっぱいいっぱいなんでっていうお話をしてお断りをしましたねその時はその時はそしてそ,そしてどうなったんですか 1>, で1週間後ぐらいにまた別の問いさんからお誘いを受けてお話ししてまあお金もらって勉強できるんだからいいんじゃないか 言ってで選挙中も、まあ、子供の面倒も見てやるしお金の部分も心配すんなみたいなことを言ってくださる男性ですか女性ですね<ー>がいて、うん、まあそうか <laughs> と思って、まあ、そのお声かけいただいた初日の日からもう息子とかとこう相談して話してこういう話をお母さん聞いてきたんだけどっていって。 でもそこからちょっと自分ももう寝られなくなってしまって今までのこの社会問題みたいなことも何もできてなかったなっていうことと、まあ、今ここで私出なかったら四田市で誰も出ないんだなっていうことと、うん、あでちょっともう考えすぎて <laughs> 寝られなくなっちゃって <laughs> う,ん <laughs> うんなんかもう気持ちはもう前向き前のめりだったってことですね気持ちはあるけど なんかもう、やっぱ物理的に難しいかなっていうふうに思ってました、その時まあ、それはそう思いますよね、誰でもね。うん、それを乗り越えたものは何だったんですかパッとこう、なんか、うって言ったなんかパッとこう乗り越えましたよね、何かを。まあその、言ってくれた党員さんですね。勉強、お金もらって勉強もできるんだし、まあ、子供のことも心配すんなっていうふうに言ってもらえたので。<laughs> うん、じゃあ、その方がいたからだ。<laughs> はい。 えー、今日に至ったんですね。うん、ありがたいですね。感謝ですね。はい。うん、ありがたいです。そして、具体的には、いつ頃からどう活動、何をされたんでしょうはい。で、2月中に公認申請を出して、あ<ー>そうですね。<laughs> もう、ちゃんと公認が降りたのが3月の,元の半ばぐらいだったと思うんです。で、じゃあ1か月だ。そうですね。活動はね。 実際にあの挨拶回りとかをしたのも本当三3か月に入ってからですねうん。柴田市ってどういう感じで広いんですかその東京の例えば品川とか行ったら駅前になんか人がいっぱいとか家いっぱいなイメージあるんですけど柴田市ってどんな感じなんですか万万人人人らいでしたっけ10万人弱だ、うんうん、で広さは 結構広いです。端から端まで行くと1時間ぐらい車であると思いますね。うん、じゃあ具体的に何をされたんですか駅で外線っていうわけにもいかないですよね。はい、駅には人がいないので、うん、えとまず最初に自分ちの一番近くの角で辻立ちをし始めました。うん、人でも3月って言うと雪降ってますよね。そうでもない。雪はなかったですね。 なかったですか。ならよかった。なんか雪の中やるのも大変だろうな。<laughs> そうですね。寒かったですけど。ねえ、寒そうですね。はい、うん。辻立ちやって、あと何をやったんですか。辻立ちやって、もうとにかくその挨拶周りですね。うん、もう自分の地区から。もう白見津市に行って、あとは鉄道で、うん、え、党員さんだけで行ってくれるっていう方が二人いたので。うん。 まあ3人個別に別々に <laughs>、うん、ピンポーンとやりに行ったってことですか <laughs> はいそれはでもお母さんとかお父さんの知り合いもいたんですかね少しは私とかない全然ゼロそうですねなかったですほぼゼロですかはいえご両親は反対はしなかったんですかこのことに対しては最初はすごいびっくりはしてましたけどうん うんまあいいんじゃないっていう感じ、ね。まあいいんじゃない好きにしたらみたいな。まあ一人で船乗って世界一周行っちゃうしねみたいに。そうですね。なんか大人になって聞いたら、なんか何考えてるかわかんないし、大変だったよみたいな、育てるの大変だったよみたいな言われましたけど、そんなこと思ってたんだとか言って。う まあ行動力がありますからね、そう話聞くだけでそう思うもんな、うんね。その若さで、あね、一人で船乗って世界一周行っちゃうわけですから。うん、でもまあその体験が、えっ、ー、と自分の目を開かせたっていうかね。<laughs> そういうものがあったっていうことですよね。はい。で、その後はどうされたんですごめんなさい。いえいえ。まあ、あの、最後の方になればなるほど、 やっぱ党員さんがもうどんどん協力が厚くなってきて、もう本当に辻たちの間、子どもたち見てくれたりとか、うん、あのその挨拶回り行くにしても、何人もで一緒に来てくれたりとかしていただきました。要、うん、は,は個別訪問ですかそうですね。ほとんど個別訪問ですね。何件ぐらいもあったんでしょう えっと、私自身は、本当千三3 0 0件ぐらいですね。えー、他の、でも、党員さんも合わせると、もうちょっと行ってたので、うん、あとは最後の最後、連れ回しもたくさんしていただきました。ああ、そうか、知り合いの人に、あの人た行こうよと。はい。で、最終的には、えっ、ー、と、 何人何議席に対して何人が立候補して何票取られて何位ぐらいで当選されたんでしょう ?25 議席で36人立候補、はいうん。じゃあ10人落ちるんだ、十一人。で、えっ、ー、と、15位当選でもう素晴らしい。はい、はい1012票ですね。うーんこれ あの、神谷さんの誕生日だって言って <laughs>、あの、当選の時には盛り上がったんですけど。どういう意味どういう意味 <laughs> ?10 月12日なんですよ、神谷さんの時。そうですか。へぇ。さんがすごい盛り上がってましたね。あ、本当ですか。私は ちょ私はなんかそうですね前日の「マイク妓納め」でもう結構皆さんへのこう感謝みたいなのを言ってる間にもう号泣して、うん、<laughs> 当日はなんか結構ものなけのらってあそうですか、はいえー、街頭演説とかそういうのってあんまり抵抗はなかったんですか <laughs> ありましたね、うん、ありましたけどあのー えと地方統一選で4月で2週間ずれて、前に2人、後に2人って言って、新潟県で4人出たんですけど、その前の2人が落ちてしまったんですね。うん、なので、もう2人の2週間後の選挙には必ずこの2人を通すぞっていうことで、あの新潟県各地からいろんな方が来てくれたんですね。あ<ー>あ<の>、だからなんかこう、フォローの風っていおうか。そうですね。みんなの盛り上がりもあったし。うんはい なんか私落ちるわけにはいかないわって感じもあったんですね。なんか、まあうん、私というよりも、党員さんたちがもうこの人を落とすわけにはいかないみたいな。それでも運が、あ,<の>ある意味、運運ががああったったたてことですねりまし私の力っていうよりも、当党員さんの力でしたね。その党員さんにこう街頭演説やるたびに、いや、もっとこうした方がいいとか、この言葉選びはちょっとなとか。 うん。いうふうにあの正直に言ってもらえたり、もう仕事にこう改善していって、うん、うん、やってました。なるほど、なんか高校球児が甲子園でうまくなっていく<笑><笑>あの感じね。本当ね、本当そうですね、現場現場で毎日更新していくっていうか、活動の仕方も。一、うん、日何回ぐらい辻立ちとか講演してた感じですか？<laughs> 辻立ちは一日一回ですね、朝の一回で。うんうん えと選挙期間中の街頭演説しかしてないんですけど、うん、期間中は日に3回ぐらいうんそうですか。それでだんだん慣れていきますからね。そうですね。うん、はい。その、えー、と後押ししてくれたスタッフは、えー、じゃあ例えばその前半のお二人の時は何人ぐらいで、後半の私になったら何人、こうどんな感じで増えたんですか 前半10人、後半20人とか、なんかそんなで言ったらその2週間前までは、もうほとんど個人個人の動いてるような状態で、その何人手伝いに来たとか、そういうのはあんまりなくって、うん、本当に日に2人か3人活動してるかなっていう、ねうん。10人って感じだったんですね。うんうん、私ももう1人で個別に行くっていう感じだったので、うん、でもその2週間前になってからは、 えと毎日6人、7人ああ<ー>とか、毎日来るようになって、選挙期間中とか、本当、1日にたぶん20人ぐらい出入りしてたと思いますね。あそうですか。うちを選挙事務所にしてたんですけど、もう家中に人が いっぱいいましたね。<laughs> <laughs> 台所も <laughs>、そうですか。いろんな部屋ももう子どもたちもすごい楽しそうに。<laughs> ああ、お祭りだ本当に、ね。お祭り状態でしたね。はい。ええー、そうですかそうですか。それで後半はもう大号泣。最終日ですか大号泣は。そうですね。いや、うん、もうあの普段から演説演説している最中も私は結構。 涙を流しながらっていうか <laughs> あの自分で自分をの思い余ってっていうところがあるので、うん、まあ毎日のようにあれでしたけどまあ、最後のやっぱマイク納めだと皆さんへの感謝を伝えようと思っていたので、うん、そこでも,もうみんな大号泣っていうか <laughs> へえそうですか、うん、でもまあそれ自体もいい経験でしたよねそうですねうんうん うんそして、えーと、合格発表じゃないや、<laughs> その当選の日はど, <laughs> どんな感じだったんですか、どちらでどういうふうに迎えたんですか当選の日は、えー、と会場を借りて、そこに15人ぐらいこう、党員さんとん。集まってくれて、うん、一緒にあの新聞記者の方とかも。 来てくれてたので、ういやもうみんな当選するかなみたいな雰囲気はありましたね。ああ、そうですか。はい。ええ<ー>。でも、うん、みんなで五十位数えて発表されるたんびに、こう。下から何番目、あ、何番、あ、いや、もう、これはもう当選なんじゃないとか言って。言はい、言いながら。やりってましたね。二十五分の十五でしたっけ。はい。二十五、五、議席の中の十五位。ですもんね。うん、そしたらずいぶん。 ね、前半っていうか、もう中盤にはある程度いけるかなって感じですね。うん、中盤ぐらいですね、そうですね。ただ、結構真ん中の方で団子状態だったんで、もうみんな2、3秒差でこう団子状態の中の一 <laughs> 人だったので、<ー>みんなで、これはこれはどうなるんだっていうふうな感じでしたけど。うん、人口約10万人で、有権者はどうですか ?7 万人、8万人ぐらいいますよね。そううですね、うん 投票率はどのくらいですか投票率は、えー、とぐ48%ぐらいだった、うん。50ぐらいだ。うん、じゃあ3万票ぐらいだ。大雑把にね。3万から4万票が、えー、こう25人に振り分けられていったみたいな感じですね。まあ3万票かな。そんな感じなんな。うん、で、当選した瞬間はいかがだったんですかどんな感じだったんでしょういや本当になんか皆さんの方が。 喜んでいたというか、う私はどっちでももう、なんていうか、いいぐらい、やりきっていたっていうんですかね。なんていうか、あの、<laughs> あったので、まあ、当選したら、本当に、これからだなっていうふうに思っていたので、うんな,なんて もうこれから多分勉強してもう本当に頑張るっていう期間が始まるっていうふうに思っていたので、うん、まあ嬉しいっていうのもあるんですけれどもちょっと怖いっていうのもありつつ何て言うか、うんうん、本当にこれから戦っていくんだなっていうか <laughs> そういう気持ちでしたねどっちかっていうとこう当選した時 <laughs> これからものすごいことにこう向かっていくっていう、うん 気持ちでしたうんじゃあなんかよく、おおまあ、一般的にはこう、当選したら万歳みたいな、ありがとうみたいな感じなんですけど、うん、そうではなく、どちらかというと、ちょっと責任を感じ、背中の重さを感じ、ねうん、頑張らなきゃな当選して、うわーってなったのは当院さんですけど、私の方はやっぱその重荷を感じていましたね。<laughs> やっぱり、うん、これまで自分で事業してきたとか、 あの学歴がいいとか、なんていうか、そういうのが全くなかったので、普通の主婦だったっていうか、うん、ので、これからのことに、ちょっともうすでに緊張が始まっていたというか。そうですか、そうです、そうですか。へえなんかこう、未来を考えられる方ですね。うんうん あ、そうかなはいうん。なんか普通ちょっと浮かれちゃいそうじゃないですか。ああ、うん、そうかなはい。そんな気がするけど、ねえ,え。ご立派ですね。なんか責任感があるっていうことかなうんど。どうでしょう、うんないですけど。その性格はお父さんになんですかお母さんになんですかいや、どっちにも似てないと思います。似てないのじゃあ、おじいちゃん、おばあちゃんは うんどうだろうだ。あの、私が生まれた頃、2歳頃に亡くなってしまったんですけど、<ー>私の祖父が、まあ、その戦争で捕虜になったんですよね、一時期ね。で、それで帰ってきて、ん<ー>うんと、肺、まあ、かなんかこう、 悪くしてずっと働けなかった方なんですけど、うん、その方が結構、うん、なんか地元でもこうリーダーシップを取ってやっていたっていうのを聞いて、うん、なんかその人のなんかこう魂を受け継いでる感じはなんかしてますけどそうですかそれはいいことですねお父さん側ですかお母さん側のおじいちゃん、えっと、お父さん側ですね、うん、じゃあお父さんのお父さんだ、うん、ええー、それは喜んだなきっと うん。うん、見ててくれてるかなって <laughs>。いつも思ってます、うん。そうです。そうですか。はい、まあ、ありがとうございます。では、一旦これで第二部を終わりにして第3部、第三部議員になってから。当選してした翌日から <laughs>、今日に至るところをお聞きできたらと思います。はい。では、一旦終わります。はい、はい。ありがとうございます。<laughs>